どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、GW ウクレレの本拠地、名古屋まで来ております。はい、いいウクレレをいつも生み出しておりますよ、 GW ウクレレ。はい、GW 代表の上田さんも今日はちょっと登場していただいてですね、ご案内させていただけるようにですね、ポップアップショップがオープンになります。ちょっと読めるかなこれ、はい。GLAB ポップアップショップが2024年4月20、21と、東京お台場デックス東京お台場デックス東京ビーチお台場、はい、で開催されます。2日間開催なんですけど、GLAB ウクレレの、全てのモデルの試し引き試奏ができますと。もちろん無料ですからね、ポップアップショップですから。で、2日間開催なんですけど、ちょっと今回ね、ちょっと面白いことが ありまして、ちょっとそのご案内なんですけど、はい、まずですね、触ってもらいたいっていうのありますよね。そうです。やっぱりG ラボのウクレレって僕はいつもね YouTube で使ってるっていうのもあるんだけれども、やっぱりなかなか手に取って弾いてみたいなっていう機会がちょっとね今のところまだそんな多くないんで、ぜひ触りに来ていただきたいということで、全てのラインナップを一応持っていくんですけれど、その中でもですね、今回ちょっと面白い試みを、はい、しようということでチームで話し合ってまして、はい、なんと初心者レッスンプログラムをちょっとがっつりやっていこうかということです。まあでもとはいったって今この動画を見てくださってる皆さんはですね、もう初心者ではないわけでございますけれども、ちょっと今回ね ご紹介したいメンバーがいるんですよ。ちょっと来てくださっていいですか。はい、登場していただきましょう。登場。はい、お二人なんですけど、なんとですね、Gラボのスタッフでございます。はい、皆さん覚えておられるでしょうか。Gラボスタッフ募集というね、やりましたね。ね、Gラボ代表上田さんと一緒に誰かスタッフで入ってきませんかというなんていうのかね、募集をしてね。そうですね。そこで見事勝ち抜いた。勝ち抜いたというか、もうすごいもう面接をかなりの数。そう、かなりの数をこなして、で僕も面接を最後立ち会って、で最後このお二人の方がですね、Gラボで今ですね、こう活躍をし始めてくれているという、そういうことなんですけどですね、お二人もそのこのポップアップは来て参加ですよね。はい、はい、その時にですね、なんとこちらせいちゃん、はい、せいちゃんがですね、初心者レッスンを、もう2日間にわたってもうずっとしますと。はい、でそのための初心者様に教えるレッスンを今教える初心者のせいちゃんに今ずっとしてたのでね、はい、どうです、いけそうでしょう。頑張ります。いやいや、楽しくできますから。はい、でやっぱりこのやっぱね、ガズレレってこうやっぱ楽しさをこうどんどん広げるっていうのがやっぱりねテーマだから、そこをですね、しっかりこうお伝えしておいたんで、ぜひこのせいちゃん、はい、ちょっと顔覚えてもらえるから、はい、よろしくせいちゃんです。はい、でそれをサポートするのが、はい、こっちしずちゃんでございます。しずちゃん、しずちゃんも元気もりもりでございましてですね、はい、しずちゃんもさっきね初心者レッスン一緒に聞いてもらったんだけど、なんとしずちゃんもウクレレ初心者なんですよ。だからみんなで分かり合えるよね、はい、分かるよ、ここできないよねとか言って、ね、まあちょっとワイワイ楽しい時間になればいいかなということで、はい、2日間とも、お二人お台場でお待ちしてます。なんか一言ずつどうぞ。はい、初心者の立場で楽しさを皆さんと共有できるように楽しい時間を共有していきたいと思いますので、お願いします。よろしくお願いします。みんな新しいね入ったばっかりのスタッフなんでね、みんなに応援してもらいたいよね本当にまだねまだ手探りのところ多いと思いますけどね。はい、で、はい、せいちゃん、はい、さっきガズさんにですね、たくさんウクレレの楽しさ伝え方をですねレクチャーいただいたので、それを、皆さんに、ぜひ、伝えていきたいなと思っております。素晴らしいです。はい、よろしくお願いします。緊張気味ですけどね、まあ、今にこういうのこなれてきますからね。はい、まあそんなことでですね、お二人に会ってね頑張ってねとか言って声かけてくれるのもねいいかなというふうに思うわけですけど、でそういうわけで2日間ともね彼らがしっかりこうね初心者の方、まあ初心者じゃなくてもちょっとね もともとウクレレすごいプレイするからね、なんかちょっと質問に答えたりとかもできるかもしれない。あとウクレレの詳しいことに関してはやっぱお二人とも詳しく解説してくれると思うんで、その辺もよろしくということなんですけれどもちょっと不安だそうはい、で現地にはですねいつものヨッシーさんもいたりとか青山さんのねヘルプで来るかなというふうにちょっと賑やかしいということになるんですけど、あとお知らせその2はですね、ガズさん、どうぞ。
ウクレレ貸しますということで。あ、そうだそうだ、はい、体験レッスンのウクレレはお貸ししますから、はい、フリーテープ手ぶらでいいです、はい、なんで、もしあの人にウクレレ始めてみてほしいなという方いたらね、連絡してもらって手ぶらでお台場行ってみたら、Gラボスタッフの、せいちゃんに教えてくれるよというふうに言ってもらったり、みんな連れてきても、弾ける人も来てくださっていいですよ。もうとにかく楽しくね、外ですから、青空がきっと広がる、晴れ男で有名ですからね、ワイワイ楽しんでやりましょう。そうですね、はい、で、ウクレレも、貸しウクレレも用意してるんですけど、なんと土曜日、この2日間の開催、4月20日と21日なんですけど、20日はの土曜日はですね、僕もちょっと様子を伺いに行こうかなと思ってるんですよ。上田さんも行きます、はい、なんでね、20日の土曜日の方はちょっとさらにですね、ガズもちょっと賑やかしに行こう、加担しに行こうかなみたいな感じでいるんですけど、せっかくガズが行くってことなんですけれども、例えばガズさんが来ると思って来たのにガズさんいなかったじゃんっていう風に言われるのもちょっとね、あれかなと思って、一応いる時間はですね、お昼過ぎぐらいからちょっと適当にブラブラみんなにこう話ししたり、このウクレレの説明したりとか世間話したりとか、しようかなと思ってるんですけど、ちょっとマイク持って、いい話とかちょっとレッスンとか、わかんないけどちょっとプチイベントみたいな、なんていうのかな、ことをやろうかなと思ってまして、それをですね、4月20日のお昼13時半からガズさんがね、なんかみんなにこうどうもっていうマイク持って喋る用時間を用意してますんで、こっちは別に入場無料どころか予約も何にもいらなくても、ただ来てくれたらいいですってことなんでですね、そんな感じでイベントを盛り上げていこうかなと思います。屋外でね、なかなか気持ちよさそうな季節もいいですしね、ということでお知らせでございました。はい、だから今日のご案内としては、あとね、またちょっとここでは細かく言いませんけど、ちょっとね、なんていうのか、セット割みたいな感じで、ウクレレ始めてくださった例えば親子さんとか友達同士とかが、購入できやすい、ちょっと今回のポップアップショップの限定のね、スペシャル特価ウクレレもちょっと用意してます。そんなこともちょっと現地でご確認いただけると嬉しいかなというふうに思うんですけど、なのでこれがね、いつもねガズレレでよく言ってるんですけどね、チームで話し合ってるんですけど、初心者さんに来てほしいよねっていうのって難しいんですよ。なぜかというとガズレレ YouTube を見てくださってる人はもう初心者ではないわけですからね、なんだけど、あんまり細かいこと気にせずに、ウクレレ持ってね、持ってる方はウクレレ持ってきてくれて、そうですね、体験してみたいなという方は、連れてきてくれるでもいいし、天気がきっとよく、天気良くなくても僕がもう皆さんの心を晴れ晴れ、この彼らが皆さんでもう晴れ晴れさせていきますんで、お待ちしてますということでございます。すごいこのゆるゆるなこの動画撮影ですけれども、緊張もしてるからね、まだね、いきなりね、いきなりそう動画でね、これもう無茶ぶりばっかりですけどね、そんなのでご成長していくわけでございます。はい、応援してください。はい、しきちゃんとせいちゃん、はい、よろしくお願いします。上田さんもいらっしゃってくれてるので、はい、なんか上田さんの質問、上田さんへの質問もね、きっと持ってる方いるかもしれないね、いろいろ、何でも聞いてください、聞いてください、はい、そんなことで、よろしくね、重ね重ね、2024年の4月20日と21日、東京お台場デックスお台場東京ビーチで G ラブウクレレポップアップショップオープンです。20日はガズさん13時半からちょっと出番がありますよということで、よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう、イベントで待ってますよ、さようなら、バイバーイ。